女優の千葉美羅さんが昨年12月、都内で死去していたことが27日、わかった。36歳だった。関係者は、詳細については、答えられない、としている。千葉さんは愛知県生まれ、女優のほか、ロックバンドのボーカルやデザイナーとして活躍。昨年、映画監督の園子敦史氏から性加害を受けたと告発していた。ネットの声、日本の社会は今は確かに経済的な活気を失っていて、その中でも芸能界は、そのしわ寄せがとても顕著な感じがします。そしてその中で働く、トップクラス以外の人は、何か搾取される対象になっているような気がしてなりません。幸い私には娘はいませんが、親類縁者の女性が芸能界に入りたいと言ったとしたら、私は反対するでしょうね。そのくらい今のショービジネスの世界は健全でないように感じます。告発してた件に加えてそのことによって SNS で誹謗中傷を受けて苦しんでいたようです。よりによって被害者側の女性に誹謗中傷行為をする人間はどう育ったらそうなるのだろう。芸能界の闇の部分が怖いね。なぜ死ななくてはいけなかったのか。芸能界で生き抜くことは、並大抵の神経の持ち主でないと生きていくことが厳しい世界なのかな。お亡くなりになられたことをお悔やみ申し上げます。邦画は昔から、大物女優がスクリーンでドアに、みたいにセンセーショナルに雑誌で取り上げることが多かったが、要するに、売れるため、お餌にしてとんでもなくセクハラ、パワハラが、凝縮された業界だったってことですよね。その子豊監督なんかはやたら文化人気取りで人権だ平和だげんって、オピニオンリーダー気取って安倍首相を批判したりしてたけど、裏でこうやって抑圧され、搾取され、犠牲になられたと思うと、残念でなりません。関係者は真実を、個人の名誉を毀損しないようにして、報じるべき。そうしないと、個人が浮かばれない。まあ、個人の名誉のため、ということでしょうか。しかし画像のお花は一体何を意味しているのかな。お察しくださいということですね。最後まで抜くと戦って欲しかった。詳細答えられないは変な憶測もされることもあるので、公表した方がいいケースもある。今のエンタメは、俳優にしろ音楽にしろ使い捨てタレントばっかりで、ある意味大変だと思います。一発屋ばっかりで、これは日本にとって危険信号ですよ。36歳とは、まだ若すぎるぞ。しかし、なんともやるせなく思うね。彼女のご冥福を、心からお祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。